大手の衣料通販サイト ZOZO はこれまでに比べて人手が 30% かからなくなる最新の物流拠点を稼働します。この工場は海外を含めおよそ9000のブランド商品を発送していく物流拠点です。届いた商品が人の手で検品されると運搬ロボットが決められたケースまで自動で運びます。客からの注文を受けるとポケットソーターと呼ばれる日本で初導入の仕分け技術で空中に吊り下げられた無数の商品が自動で顧客ごとに仕分けられ梱包されていきます。労働力不足の改善が急務となる中、この工場では去年までの稼働と比べ労働人員を 30% 削減できるということです。来月から本格稼働する予定です。